せーの、番組 TV ライブ2021。はい、皆さんこんばんは、レイヤー役のレイチェルです。よろしくお願いします。そして、はい、皆さんこんばんは、ロック役の小原莉子です。よろしくお願いします。そして、はい、皆さんこんばんは、マスキング役の夏目です。よろしくお願いします。やパレオ役のクラチレオです。よろしくお願いします。そして、はい、皆さんこんばんは、父役のつむぎりさです。よろしくお願いします。よーす。 We are レイザースレイ。はい、ということでね、バンドリ TV ライブ2021はですね、バンドリプロジェクトをみんなで楽しむためにさまざまな企画をお届けしていく生放送番組です。はい、今回はなんとレイザースイレン5人全員揃いました。やったー。はい、なぜならば明日からライブが始まるんですね。はい、レイザースイレンゼプツアー 2021 ビーライト、明日はですね、札幌公演が行われますが、みんなどうですか？楽しみだね。楽しみだね。どんなライブになるんでしょうかね。まあ、そんな話も後からしていきましょうね。まあ、そんな今日はですが、11月11日いろんな記念日があるらしいんですよ。記念日知ってる人いますか？はい、はい、レオちゃん。チーズの日。え？チーズの日。そうなの？すごい。チーズの日。なんで？なんかわかんないんですけど、チーズの日って調べたら出てきた。なんか伸びるみたいな感じ。チーズが好きなんでね、いいなぁと思う。そうなんだ。初めて来た。他知ってる人？でもポッキーの日とかメジャーじゃないですか。そうだよね。確かに。そこわかるね。だからレイヤーの日じゃない？え、そうなの？レイヤーの日です。あ、私の日？そうです。なぜならば、レイヤーがいつも肩から下げてベンベンやっているものの日だったので。あ、これですね。ベースの日。確かに。そう。なるほど、4弦だからってことですか？そうですね。なるほどね。あとはね、なんかね、ラーメンの日とかね。なんかあるんですよ。なんで麺なんですか？こう11ってなんか並んでるんですか？そう言ったら全部のそばだがうどんだが全部確かに。うどんも麺ですか？そういうことですよ。あとなんかね、チンアナゴの日らしいよ。かわいい。チンアナゴね。まあそんな感じで、はい、今日もスタジオは安全な位置でお送りしておきますので、皆様よろしくお願いします。さあ、番組をご覧の皆さん、ツイッターで番組の感想をつぶやく際はハッシュタグカタカナでガルパピコ、ひらがなでフィーバー、数字で06をつけてどんどんつぶやいてくださいね。よろしくお願いします。お願いします。はいはい、それでは本日のプログラムの紹介です。1、バンドリインフォメーション、グッズや CD に関する情報をお届けします。2、レイザースイレンゼップツアー 2021 B ライト特別コーナー、前回のツアー写真を見ながらスペシャルな企画をお届けします。3、ガルパピコフィーバーおさらいコーナー、先週放送の第5話を振り返ります。4、ガルパピコフィーバーオンエア、今週は第6話をみんなで見ましょう。はい。そして5、もっとみんなでフィーバー、今週は夏目のラーメン美味しそうに食べられる王選手権です。一体どんなコーナーになるのでしょうか。楽しみですね。いやー、楽しみですね。はい、そしてここでガルパピコフィーバー第6話のあらすじをご紹介したいと思います。巨大チェーンの台頭、苦境にあえぐ個人商店、とある一軒のラーメン店を救うべく敏腕プロデューサーチュチュとその仲間たちが立ち上がる、ラーメンコンサルティングストーリー、プロデュース銀河始動ということで。なんかすごい、すごいですね。ラーメン、ラーメン、とりあえずラーメンが出てくるんですね。そうですね。なるほど。なんかイラストではちょっとマスキが悩んでる感じでしたね。確かに。気になるところもありますね。プロデューサーお願いしますよ。任せなさい。はい、まあ、そんな感じでね。それでは始めていきましょう。バンドリ TV ライブ2021、せーの、スタート。
ずはこちらのコーナーです。バンドリインフォメーション。イエーイ。はい、最初の情報はこちらです。ガルパで人気のカバー楽曲を集めたアルバムバンドリガールズバンドパーティーカバーコレクションボリューム6がついに昨日11月10日水曜日にリリースされました。はい、こちらのカバコレ6にはなんと前作を上回る全21曲を収録。ラスからはコアプライド、ディパーチャーズ、デイブレイクフロントラインが収録されています。ぜひゲットしてください。そしてなんと本日こちらに実物がございます。はい、こちらはですね、初回生産特典についてくるスリーブ付きです。かわいい、かわいらしいね。はい、ぜひゲットしてください。はい、続いてのお知らせはこちらです。12月15日劇場版バンドリエピソードオブロゼリア1約束ブルーレイがリリースされます。初回生産分には特典として2022年5月に富士急ハイランドコニファーフォレストにて開催予定のロゼリア単独ライブ最速先行抽選申し込み券が封入されています。ぜひチェックしてみてください。そして同日には劇場版バンドリエピソードオブロゼリア2ソングアイアム、こちらのブルーレイもリリースされます。こちらも初回生産分に2022年5月のロゼリアさんの単独ライブ先行抽選申し込み券が封入されるほか、1約束と同時購入することで収納ボックスと特典 CD のプレゼントもありますよ。ぜひ同時にゲットしてくださいね。はい、続いてのお知らせはこちら。バンドリーリアルライブが全国各地で、開催中でございます。先週はモルフォニカさんのゼップツアー東京公演、そして居残りツアー名古屋公演が開催されましたが、今週はなんと明日でございます。ゼップ札幌にてレーザー睡蓮ゼップツアー 2021B ライトが開催されますよ。こちらは配信チケット好評発売中ですので、ぜひぜひ皆様お家で一緒に暴れましょう。さらに来週17日の水曜日は霞とたえの放課後居残りツアー最終日が開催されます。夜公演はライブ配信もございますので、ぜひぜひ皆さんお家でアコースティックライブをお楽しみください。続いてはレーザー睡蓮ゼップツアー 2021B ライトの追加公演のライブグッズの情報です。ライブロゴやラスのモチーフ、バンドカラーのグッズがライブ当日の会場物販の他にブシロードオンラインストアにて通販も実施いたします。通販開始は11月12日金曜日の15時からを予定しております。本日はこちらに商品の実物も届いていますのでピックアップしてご紹介していきたいと思います。じゃあリサからお願いします。はい、まずはこちらです。ラバーバンドですね、おなじみになってまいりましたけれども、これとこちらです。チャームストラップなるものが発売されますので皆様ぜひぜひ。そうなんです、なんか透けてるわね。そうなんです、お好きになられてる感じですので、ぜひチェックしてみてください。はい、そしてそしてこちらは、プルオーバーパーカーでございます。かわいい、はい、かわいいです。でですね、これここの紐の色が変えられて、これマルチリボンっていうのがね別で売ってるんですけど、これがラスのメンバーカラーになってるんです、これをね取り替えて推しのカラーを首元につけることができる。しかもこれ名前も入ってるんです、マスキング、本当だ、ラブとか入ってるんで、ぜひね一緒にね手に入れていただきたいなと思います。はい、はい、そして私が持っているのはツアーの T シャツですね、これね前回のツアーの時は黒でしたけど、追加公演は白になっております。おー、いいね、いいね、なんかロゴが生えてる感じで、でさらにバケットハート、おー、これすごい良くない？おー、いいね、おしゃん、いいじゃないの、公園散歩しててほしいね、公園公園散歩、はい、こんな感じです。はい、はい、じゃあ続いてはこちらタオルですね、おなじみなんですけれども、いい、ね、なんとこちらですね、下の方にゼップ札幌、ゼップ福岡、ゼップ横浜、なるほど、今回のツアーの名前が書いてありますので、こちらもね今回初の発売ですよ。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ私が紹介します。こちらじゃじゃん、みんな何だと思います？これ何、え、なんだろう、実はコットンバッグなんです。あらー、ちっちゃくなっちゃった、そう、エコバッグみたいに小さくできるもので、これを広げるとなんとじゃじゃん、あ、え、
バッグなんですよ。え、なんかすごい肉厚な感じですね。そう、もうね、A4 ファイルは楽々入る。すごい、結構大きいです、うん。いっぱい入りそう。うわ、いい。サイドにラス。ねえ、かわいい、欲しい、これスタッフさん欲しい。欲しい。全員分お願いします。ぜひぜひお願いします。これリハギも入るからね。確かにいいですね。はい、こちらのね、商品情報はですね、ブシロードクリエイティブの公式ホームページに掲載中です。皆様ぜひチェックしてくださいね。はい、続いてはこちらです。来月12月11日、12日の開催、ロゼリア単独ライブ、エーデルシュタインのライブビューイング情報です。こちらチケットプレオーダーがあさって11月13日土曜日より受付開始です。ぜひ映画館でもロゼリアライブを一緒に楽しみましょう。はい、ということで続いての情報はこちらになります。ドン。はい、ウィーゴーコラボの第5弾が決定いたしました。はい、こちら発売日は店舗発売が12月4日土曜日、そして EC サイトでの発売は12月3日金曜日からとなります。販売店舗、そしてポップアップショップは画面の通りとなりますのでご確認ください。そしてそして今回の書き下ろしイラストはこちらになります。ドン。おー、かわいい。ありがとうございます。いや、可愛らしいイラストになっておりますが、こちらポップアップショップでは書き下ろしイラストを使用したパネルの設置やグッズの販売もございます。コラボ商品の詳細は次回のバンドリ TV ライブにてご紹介予定ですのでお楽しみに。はい、続いては劇場版バンドリポッピンドリーム前売り券情報です。現在劇場前売り券が発売中。ギザービジュアル第1弾第2弾のイラストを使用した英語クリアファイル付き前売り券がともに好評発売中です。詳しくは公式サイトをチェックしてください。そして現在ブシロードオンラインストアにて劇場版バンドリポッピンドリームのグッズ付き前売り券も通販実施中です。星型缶バッジや B2 タペストリーなどのグッズが付いた特別な前売り券となっております。詳細は劇場版公式サイトをチェックしてください。はい、続いてのお知らせはこちら。月刊ブシロード12月号が好評発売中です。今月号もバンドリ情報盛りだくさん。大人気ガルパピココミックアンソロジーからはなんと3本も出張掲載されていますのでお楽しみに。ぜひぜひお近くの書店そして専門店にてゲットしてみてください。続いてはクラフトエクストアグッズ情報です。11月誕生日のメンバーのバースデーボックスが販売中です。予約受付期間は2021年11月10日から17日となっております。こちら日程までにご予約いただいたお客様には在庫を必ず確保させていただきます。以降はですね、数量限定販売となりますので皆様ぜひぜひゲットしたいお客様はこちらの期間にぜひご予約ください。詳細はクラフトエッグストアにて公開しておりますのでぜひチェックしてくださいね。ということで本日のバンドリインフォメーションは以上になります。ここまでで紹介した内容はバンドリ公式ツイッターなどで改めてチェックしてみてくださいね。さあ続いてはこちらのコーナーに参りたいと思います。アレイザー睡蓮ゼップツアー2021 B ライト特別コーナー。やー、2021年5月より行ってまいりましたレイザースイレンゼップツアー2021 B ライトの追加公演決定を記念したこちらコーナーとなっております。そうなんです、我々5月からゼップツアーやってまいりましたね。あちこち東京、名古屋、大阪とあってこの度ついに札幌、福岡、横浜でございます。はい、ということでまずは春先のライブを振り返っていきたいと思います。そして本日はお写真たっぷりご用意してあるそうなので見ていきたいと思います。まずはこちらです。ドン。おー、いいですね。そう、今回後ろにね、あの幕みたいなので、あ、そうだね、レイザースイレンって書いていただいて、なんて書いてるのか分かんなかった、でもよく見たらレイザースイレンって書いてあって、あらーと思ってつけてくださったって、びっくりしました。なんか光がシュンシュンって動いてるような感じで、素敵ですよね。ですね。ちなみにこれはどこ公演だか皆さん分かります？ヒントは私の髪型だね。羽田、羽田ぶえ、名古屋ピンポーン。おー、そうなんです。
ブポニーテールにしてたんです、本当だ本当だです。はい、じゃあ続いての写真お願いします。これ大喜利でしょ。大喜利大喜利大喜利マジカツアゲですか。食べてお前ポッケにいくら入ってんだよ。 MC 中だよね。 MC そうですね、今回はね MC でね、ナツピーとツムツムもね前に来てみんなでおしゃべりもしましたもんね。なかなかないよね、あんな手前にした気をつけるし、あんなピーなんだけど、なかなかないよ。ちょっとペレットみたいな感じで囚われたんですよ、宇宙人。確かに確かに。勢いありますね。そんなお写真もございますけれども、続いてはこちらでございます。ごめんなさい、ごめんなさい、教科書で待って、また食べてないよ。待って、なつきめっちゃ教科書じゃないですか。カツアゲじゃないでしょ。こんなに何のシーンでしたっけ。MC これ多分羽田だと思う。リコちゃんのとこいい子ってやった時じゃない。そん時か。なるほどね。でもリコちゃんもこんなに嬉しそうな顔しちゃって、もうちょっと引いてるのかもしれない。ちょっとあの笑顔で引いてるかもしれないですけど。嘘。いやでも今回のツアーで初めて MC の時間を設けて、うん、ラス5人でトークしてますよね。うんうん、ね、今までのない形だからすごいそれは楽しいですよね。すごい楽しい。なんかご当地ネタでさ、うん、あの地方のね、うん、なんかトークとか結構してますもんね。うんうんうん、名古屋とか岐阜近かったからね。そうですね。岐阜のトークとかしました ね、うん、ね。今回もちょっと楽しみですね。ということでお次の写真いきたいと思います。こちらです。おお、すごい。これ何の曲だろう。これはもうヘルヘルですね。ヘルヘルなんだ。はい、あ、ヘルヘルだ。だけ座るんですよ、そこに。あ、理想のところだね。はい、いやでも照明とかもやっぱラスすごいですもんね。ここレーザービームとかもすごい出したりとかして、かっこいい感じにしていただいてありがとうございます。素敵でございます。ちょうどキャラカラーになってますね。本当に。確かに。あ、そういうことか。なのかな。え、なんだろう。ソロ。いや違います、リソロの時かな。あ、違います違います。普通にあのなんかラップの前のなんかギターのなんかリフの時ですね。うんうん、あ、そうなんだ。はい、あ、でもなんかメンバー紹介の時みんなあのラスカラー、ラスカラー、うんうん、メンバーカラーで照明やってくれてますよね。うん、そこも見どころですね。うん、さあということでお次はどうでございましょうか。これはどのシーンですか、この指は。これヘルはヘルですね。これ完全にそうですよ、うん、私もやっているから。あ、本当だ、後ろで後ろでちっちゃく後ろでつぶきさんもやってますね。そうやってるんでヘルヘルですね、うん、これは。うん、ちなみにこれどこ公演でしょうか。いや、これはこれこそ羽田ですよ。おー、ピンポーン。やったー。なんか羽田の時はキャラクターのいわゆるこう通常のね、うん、あのよく皆さんがしてるような髪型で行こうってスタートしてたから、そうですね、スタンダードなね髪型って。うん、正解です、さすがです。はい、ということでお次ラストになります、こちらです。ドン、はい、あらー、 いいですね。ありがとうございます。誕生日を祝っていただきまして、羽田公園でね、はい、ちょうど誕生日当日でして、うん、ありがとうございました。ね、誕生日にライブって幸せだよね。本当に、いやもうよ、忘れられない一日になりましたね。いや、これはねリハですかね、リハの時にね、うんうんうん、はい、ケーキ出していただいて、はい、おめでとうございました。感謝感謝ですね。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。さあということでいろいろと写真で振り返ってまいりましたけれども、はい、まあせっかく追加公演が決定したということで、今回は特別企画をやっていきたいと思います。題してご当地グルメクズ。なんだ、はい、なんぞやということで、今回追加公演で巡る札幌、福岡、横浜、うん、それぞれの都市の予習を兼ねまして、うん、今からご当地にちなんだ料理がモザイクに隠れて表示されます。はい、徐々に画像が見えてきますので、うん、答えが分かった人から、挙手制で手を挙げて、はい、回答していただければなと思います、うん、ということで準備はよろしいでございますか。はい、大丈夫です。はい、これは早押し、早押しって言うの。早上げ、早上げ、早上げ、オッケー。はい、で選ぶのは私になりますから、オッケー、誰とぞアピールの方お待ちしております。元気よく、ね、元気よく、はい、オッケー。はい、それでは第1問目お願いします。はい、え、はい、はい、りゅうちゃんどうぞ。ジンギスカン。
ごめんなさい、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 すごい、ごめんなさい、待って、本当にやってちゃった、すごい、すごい、え、ジンギスカあんなピンクになるの、本当、本当に、そうですよね、確かに、ものにやってた、確かに違うでしょうし、すごくない、一か八か好きだから言ってみたら当たった、すごい、秋サベよ、え、普通に見えてるの、普通に見えてた？いや、見えてないです、見えてないです、想像、想像で、なんか北海道と言ったら、北海道と言ったら、いや、ジンギスカン食べたいな、食べたいな、ジンギスカン食べたい、そう、なんか楽屋で夏目と話してて、うん、ね、ジンギスカンのね、美味しいお店あそこあるよ、そうそうそう、絶対行った、楽しみ、羊食べた、うん、びっくり仰天第一問目でございましたけれども、ね、やったー、まだまだ質問ございますので、はい、行きたいと思いますよ、それでは第二問参りましょう、ドン、なんだ、はい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 、はい、何何、おりこおりこ、もち鍋、なんだ、なんだ、なんだ、これ、ちょっと、これはだってもう分かりましたよ、本当、え、どの辺を見て分かりました、なんかまず白いじゃないですか、土台が、うん、え、その上なんか緑のなんか謎のなんかニラが乗ってて、うん、その緑と白のなんかコントラストで分かりましたね、昔さ、ね、北九州のライブさせてもらった時みんなでもつ鍋屋さん行ったよね、行きました ね、 ね、懐かしい、ちょっと今回ももつ鍋食べたいな、食べたいな、あと明太子、うん、あ、いいですね、うん、いろいろございますけれども、はい、皆様次の問題で最後なんです、待って、もう足りないこれ、尺が足りないのこれだからやばいですよね、はい、使いすぎてましたね、それでは元気よく参りましょう、はい、ファイナル問題でございます、ドン、これ難しい、何これ何、やばいやばい、分かっちゃった、分かっちゃったけど、あ、これもか、これに何何何行くんだ、夏美、どうしようかな、カメラに向かってなんか可愛いなんかセリフを言っていただいて私が決めたいと思います、ざけんなよマジそういうの、可愛いとかちょっと無理だから、ちょっとおこぷんちぇるさんもじゃあ後にして、ピピからちょっと何をすればいいの、可愛いセリフとあのお顔をちょっとカメラ目線でお願いします、これ選ばれ、まだ選ばれてないんだよね、選ばれてないです、今から私が見て選びます、あれどう見てもラーメンじゃないの、ね、はい、じゃあ行きます、答えさせて、あにゃにゃ、了解でございます、あ、じゃあちょっとチェルさん見させていただいてもいいですかえ、ちょっとどうやってやったの、どうやってやったの、リコちゃんの真似した、あ、これ私やったんですかリコちゃんの真似した、私可愛いの申し子です、やらないですけどね、こんなリコになった気分で言うねはい、いきます、はい、答えさせて、あ、やってるまで含めてチェルさんお願いします、ありがとう、可愛かった、はい、どうぞ、横浜の家系ラーメン、うわー、すごい、あ、家系ラーメン、そういうことね、すごい、あー、美味しそう、は北海道から来てるんですね、家系ラーメンって、え、違う、横浜だよ、横浜よ、そういうことか、ちょっと今横浜って言ってないよ、北海道って言ってないそれ各地のね、あのやつを答えていったんですけど、さあということでこれでご当地の予習は完璧ですね、それでは改めまして追加公演の意気込みを語っていきたいと思いますどうですか皆様、これからもうついに明日から始まりますけれども、ね、気持ちいかがですか、瀬取りがやばいね、やばい、ね、なんか前回よりもさらにパワーアップしてますね、しまくってる、本当に、これ、え、一人一言ずつですって、あ、一言ずつ、じゃあ、リサから言ってみたら、あ、確かにそうですね、それこそあの追加公演とはなってるんですけれども、うん、今までやってきたものとはまたね、また全然違ったなものだったり、なものだったり、すごい新しいこともたくさんね、ちょこちょこ入ってるんで、そちらもね、お見逃しなく見ていただければなと思います。そして、はい、そうですね、あの地方の公演ということで初めましてのね方もいらっしゃるでしょうし、あとね、そのビーライトも、そして富士急のライブも見てくださった方、どっちもね、あの楽しめる内容になってると思いますので、あの期待値爆上げで来てください。
そしてはい、私か。そうですね、2021年のレーザー水蓮集大成をお見せしたいと思いますので一緒に楽しみましょう。待っててね、うんうんうん、はい、前回東名阪やっていきましたけども、今回札幌、福岡、横浜ってこと、札幌と福岡初めてですかね多分、うん、はい、なんで初の地ということでみんなでたくさん楽しんでいけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい、うん、はい、全力で暴れて首を置いてくつもりで来てください。配信もありますから、配信もぜひチェックしてください。はい、皆さん現地の方も配信の方もぜひぜひ上げ上げしていただければなと思います。さあということで、CM の後はいよいよガルパピコフィーバー第6話の放送です。お楽しみに。続いてはこちらのコーナーです。ガルパピコフィーバーおさらい&オンエアコーナー。というわけで絶賛放送中のミニアニメバンドリガルパピコフィーバー、前回はね衝撃のジェニファーちゃんのイラストなんかが出てきましたけれども、うん、皆さん見てくださいましたか。うんうん、見ました。あ、うん、見た、ね、見た見た見た、画伯だった、画伯でした。そう、はい、まだねご覧になってないよっていう方はぜひぜひバンドリチャンネルの方でね、あの今見れますので見てください。はい、ということで第6話のオンエアの時間まで皆さんからいただいたメールを紹介していきたいと思いますよ。はい、はい、じゃあまず、たくさんメールをいただいてて私から、はい、ご紹介したいと思います。せつなさんからいただきました、ありがとうございます。ラスの皆さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。さて、ラスの皆さんが集結し、現在ゼップツアーの B ライトで大暴れ中の皆さんですが、ゼップツアーで様々な地域を回っていて美味しかった食べ物などや、思い出はありますかということです。はい、いろんなものを、ね、食べましたよね。食べましたね、うん、なんか思い出に残ってる食べ物とかあります？私は名古屋で食べたひつまぶしが、いやあれすごい美味しかったです。そう、なんかスタッフさんがね、粋な計らいで楽屋にお弁当のひつまぶしを用意してくださって、うん、でちゃんと出汁もね、出汁と物が別々で、ね、そう、出汁されて、ね、出汁飲みました、みんな出汁飲みました出汁だけでもめっちゃいけるんですよ。だめっちゃ美味しかった。そういうドリンクにしたい。そう、ステージドリンクとして置きたいレベルの。それはしてないわ。ほっと美味しかったですね。美味しかったね、うん、だって一番最初にリコちゃん食べてたもんね。そう、もうね、真っ先に、うん、食べてました。あとね、天むすも食べたね。美味しかった。程よいサイズ感で ね、パクッといけちゃいましたね、うん、美味しかったの。大阪はね、楽屋にたこ焼きありまして。そうだった。美味しかったね。あとゴーゴーイチさんの肉まん、ここで、ガルパピコフィーバー第6話の放送まで3分を切ったということで、ここにね、ここにね、
はい、タイマーが出ておりますけれども、ドキドキ、はい、お時間までもうちょっとあるということで、うん、じゃあ続いてはリサだね、そうですね、つむつむさんメール紹介してもらおうかな。はい、どうしようね、ちょっとかぶっちゃったごめんなさいね。あのせつなさんからいただきました、ラスの皆さんこんばんは、ラーメン銀河の舞台ということで皆さんは好きなラーメンは何かありますかということで、うん、好きなラーメン、皆さんは 何味ラーメンがお好きですか。へえ、それこそ私、うん、札幌で味噌ラーメン食べるために最近ラーメン食べなかった、うん、ラーメン立ちを、そう、向こうで美味しいラーメンを食べようと思ってます、うん、おー、いいね。なんだろう、ラオウが好き。ラオウ、ラオウ美味しいねでも福岡もさ、うん、あるじゃんラーメン、豚骨ラーメン、そうよね、楽しみ、確かに、うん、美味しそう、うん、ね、うん、夏目は何ラーメン好き？悩むなぁ、私悩むなと思って、家系がね、やっぱすごい好きで、家系も美味しいね、家系なんだよね、もう飲んだ後とか最高、こってり系はいいですね、こってり系最高、ほうれん草マシマシで、ね、いいね、いいね、そう、うんうん、あ、リコちゃんも豚骨好きだよね。私もあのとあるお店に限定してラーメンが好きですね。わかる、そんな豚骨だったりします、あるね、うん、ちょっと あそこ行きたいね、みんなで行きたい、確かに、楽しみ、現地に行けるの嬉しいね、うん、いいですね、ね、おすすめのお店とかもあったら教えてもらいたいな、ぜひぜひ教えてください、ね、ハッシュタグでつぶやいていただいたりしたらですね、うん、私たちも見ますので、うん、はい、お願いします。じゃもう一枚いけるかな、あ、いけそうかな、お願いしま す、ね、お名前がひよんさんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、レーザー水蓮の皆さんこんにちは、こんにちは、 B ライトの追加公演が発表されたバンドリーナイスライブミソロジーは札幌の映画館でライブビューイングで見ていました、ありがとうございます。発表の瞬間のざわめきやドキドキ感は今でも昨日のことのように覚えています。ここでラスの皆さんに質問です、はいはい、初めて参加するバンドリーマーさんにぜひ見てほしいところや聞いてほしいところはありますかということですね。どうする、あと30秒しかないけど、どうしよう、どうしよう、もうとりあえずヘドバン2ステとか、はい、うん、ジャンプとかね、タオル回したり、ラスのライブは結構激しいから、確かに、もう、うん、とりあえず何するか分からなかったらチュチュを見て、そうそう、ね、チュチュを見て真似して動いてくれれば OK よ、うん、はい、あとバンドリーチャンネルにね、何個か載ってるから、箱のライブ、うん、そうだね、ということで、ここで、はい、もうあと10秒になりました。はい、5秒前になったらみんなでカウントダウンして盛り上げていきましょうということで、5、4、3、2、1、フィーバー、ガルパピコフィーバー、ダメだダメだダメだ、これじゃダメだ、何にもジャーキーが美味しくてね、最高です、チュチュ様、それでね、あら、どうしたのマスキング、やけにバッドムードじゃない、悪い、ラーメン銀河新メニュー、ケーキラーメン、ラーメン銀河ってマスキさんがバイトしてるお店ですよね、何かあったんですか。最近すぐ近くに人気のチェーン店ができちゃってさ、大変じゃないですか。うちの店も盛り上げたいんだけど、いい方法が思いつかなくて。そういうことならチュチュ様、お任せなさい、ラーメン銀河が1億倍盛り上がる方法、私たちがプロデュースしてあげるわ。いいね、要は今よりもっとお客さんが増えればいいんですよね。こんなのはどう？ラーメン銀河だけに店内をプラネタリウムにしちゃう。ちょっと安直すぎねえか。そうだ、ギャラクシー、お店さんにライブしてもらうってのは。狭いし入らねえだろう。レイヤも何かアイディアないの？ライス無料食べ放題とか。普通、いや、そういうのはもうあるな。ごめん、他にいい方法ないですかね。お、これなんかいいんじゃないですか。なになに、謎の未確認生物見つかる。それじゃないです、これこれ。動物カフェ、店員も扮して大人気。いやいやいや、ラーメン屋でコスプレとかありえないし、そもそもマスキングにキュートな格好なんてナンセンスでしょう。ダメですか。いや、いいかも。え？
じちゃんラーメンお待ち。すごい大繁盛。まさかこんなのが流行るなんて。へい、らっしゃい。ピコタルモノフィーバーセネバーナラガルパピコキンキッピフィーバー無条件でゴーご機嫌で歌いましょうノカウト小敵なしガルパピコキンキッピフィーバーオーオーバーザーワーほらみんなでつないだ心に生まれた大切な物語大好きなクワお送りしていきましたけれども、うん、いやもうなんかマスキがめちゃくちゃ可愛かったですね、うさぎさんうさぎしてから、最後のラッシャイとかめちゃめちゃ可愛くなかったですか、可愛かった、ていうかあのラーメン普通に美味しそうだった、ね、あれ何味なんですかねっていう話してたんですけど、ね、塩っぽい塩かなんか魚介魚介とか、うん、あ、うん、パイタン系、うん、あ確かにですね、ありそう、いや腹減ったお腹空いてきた、ね、お腹空いてきましたね、うん、はい、というところででは続いてのコーナーをお届けしていきたいと思います、うん、もっとみんなでフィーバー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 しよう、はい、こちらガルパピコフィーバーの放送を記念しまして、うん、様々な企画にチャレンジしていくコーナーです、はい、すいません、はいはい、すいません、え、何ですか、夏目さんがいないんですけど、あれあれ確かにどうしたんですかね、なんかどこ行ったんですかね、出てる、うん、夏目さん帰っちゃった、おいらっしゃーい、あ、ラーメン夏目がいい、ここからはこんなコーナーをやっちゃいます、なんか高得なってない、夏目のラーメン美味しそうに食べられる王選手権、やっていきたいんですけれども、はいはい、みんなラーメンは好きかい？あー、好きかい？好きかい？耳なんですね、忠実だ、みんなラーメンは好きかい？好きです好きです、OK、今日はですね、これから順番に皆さんにラーメンを振る舞っていきます、そして1人1分かけてラーメンを美味しそうに食べてください、あら、最も美味しそうに食べていた人にラーメン屋の私より、うん、ラーメン美味しそうに食べられる王の称号と、うん、ご褒美のラーメンをあげます、またラーメン、ラーメン食べてラーメンもらうんですね、称号もいただけるなんて、そうそうそう、うちで食べれる用のラーメンをあげちゃうよっていう、やったー、みんなラーメン好きでしょ、好きです、何味が好きなの、何味が好き、なんですかね、豚骨が好きだー、あらー、ね、いいね、ふむふむ、うん、塩も好き、あ、塩ね、うん、あと豆乳とか入ってるなんか変わったのも美味しいですよね、あー、いいですな、レオちゃんなんかね、そういうミルク系のやつ前食べてたもんね、じゃあ、マイルドなのが良きですね、あ、あ、なんか聞こえるぞ、私どっちも食べずに終わったっていうなんか裏情報が聞こえる、え、あれはい、今ラーメンを準備してるんですけれども、準備が整ったので、ではまずこのお客さんから迎えます、レイチェル、らっしゃーい、やってるやってる、腰の上が見えました、ここがラーメン銀河か、そうっす、銀河か、しゃーせ、レイは全然来てくんねえからな、あ、ごめんね、ちょっと忙しくて忙しいの、リハが、それはしょうがないわ、ここあれでしょ、ミッシェル星一つのところでしょ、ミッシェル星これから上げてくから、新しいの出た、うん、これから上げてく、はい、そうです、おいしそう、へい、お待ち、これはちょっとしてね、何ですか、はい、地鶏味です、わー、醤油味、醤油最近大好きなんです、あ、ほんとに、どう、めっちゃでも普通に美味しそう、めっちゃ普通にいい香り、ね、いいな、どうですか、食べたいですか、食べたい、よし、それでは早速いきますよ、チャレンジスタート、いただきます、頑張れ頑張れ、見てください、まずこのラーメン、あ、食リポ
まずは形、あ、もうスタッフさんちょっともうちょっとウサギっぽくしてほしかったよ。ちょっとウサギっぽいね。若干、じゃあちょっといただきます。はい、どうぞ。初めて食べる比内地鶏のラーメン。ねえ、いただきます。どうですか、どうですか。え、マイク入ってないですか。マイク入ってない。ちょっと入ってました。1分だからね。思ってるんですか。もしかして切れてんじゃない。じゃスタッフさん若干ざわついてますよ。いいよ、怒られてるんじゃないのか。今いい音聞いて、音あ、いいね。なるほど、腰が良さそうですね。終了。もっと食べたいけどね、うん、食べてるの。次よ、次あなた。ちょっとあの回転率ここよくしたいんで、うん、はい、ちょっとちゃんと商売のこと考えてる。さすがですね。さすがマスキン。ありがとうございました。気をつけて帰るんだよ。オッケー、また来るね。じゃあさあ、ありがとうございました。ということで、美味しそうでしたね。比内地鶏味なんてそんなに見たことないけど、ねえねえ、私も食べたい、ここにあるのにな。我慢我慢。よし、そしたら次はね、次来てもらうのは小原莉子ちゃん。あ、あ、あ、小原莉子ちゃんいらっしゃいませ。フルネームで、フルネームで呼んでるよ。今はい、私ここにいます。あれ、スタッフさんが呼んでくださるって聞きました気がするんだけど、これ言っていいやつのかしら。私、言っていいんですか。小原莉子さん、いいですか。じゃあ私、行きます。いってらっしゃい。スタコラサッサ。じゃ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 。でも醤油と来たら次は何になるんだろうね。ねえ、みんな違う味なのかな。じゃない。あ、4色あるってことでしょ、いろいろ味が。すごいね。豆乳あるんじゃない。ワンちゃん豆乳あるかな。わからんけどね。え、比内地鶏、うん、塩、うん、砂糖。砂糖じゃないよね。大丈夫、眠たいのかな。味噌味噌でしょ。豚骨もあるじゃん、魚介系と。そうだね。あ、でもいろいろね、あるね、うん、何が来るかな。おがやだい。どうでした。めっちゃ美味しいよ。おいしい。楽しみだな。あれ、ラーメン銀河のメニューかな。かな。比内地鶏ラーメン初めて食べたけど、はあ、そ、美味しさ伝わりました。最初マイクが入ってないかと思ってスタッフさんがちょっとざわついてました。もう音だけサイレントでね、素晴らしいです。美味しさを伝えてみましたが、美味しかった。現場の夏目です。現場の夏目。かわいいな。はい、次はね、リコちゃんを迎えしようと思ってるんですけれども、はい、どうですかね。あ、レイヤー戻った。戻ったよ。あ、よかった、無事に戻れて。イエーイ、なっちゃん。はい、かわいいよ。かわいい。 ありがとう、うん、もうね、なんかね、私も食べたくなっちゃう、こんな近くにあるから。そうだよね。でも実はね、私はね、ここで食べれないからって言って本番前に実はいただいたんですよ。そうだよ。実を言うと、すっごい美味しかった。おー、いいじゃない。すごい美味しかった。だからね、あのつむつむも、うん、レオちゃんも楽しみにしてて。してます、してます。はい、じゃあリコちゃんのがついたかな。呼びますよ。それでは小原リコちゃんいらっしゃい。あ、どうも。待ってたよ。待ってた、待ってた。見えないものがあるらしい。どうぞ。じゃあ失礼いたします。はい、どうですか。あ、これですか。そうそうそう。なんかこれはさっき見たことある気がするけど。違うから。なんか似てるけど。これさっきなんかあれ来たの。でしょ。あれだ。私が食べかけじゃないよね、絶対。違う。なんかちょっと多少麺が伸びてるような気がするんですけど。違うね。ラーメン銀河。聞いてくれ。って言ってない、あの子。リコちゃん。スタッフさんが作ってくれてるのに。お待ち。ホタテの塩ラーメンだよ。塩美味しそう。ホタテだって。これさっきと違うんですか。違う。見た目めっちゃ一緒よ。見た目は具が一緒だからちょっと似てるけど。うん、そうなんですか。うん、でも食べたいですか。じゃあこれまたご用意していただいて。でも食べたいです。はい、じゃあ行きますよ。はい。それではチャレンジスタート。ホタテの塩ラーメンとか超美味しそうじゃん。なんかいいですね。北海道っぽい感じで。確かに、ね、北海道に向けて。リコちゃんは麺から行くタイプなんだね。うん、私は麺から行く。麺から。だから食べてる姿見られると恥ずかしいですね。確かになかなかないですよね。隠すタイプなの？どう？ん？ホタテ？
ホタテ感じる？なんかシソの味がします。なんでだよ。シソ、イソじゃなくてシソ、なんかシソ入ってます。もしかして、シソ入ってないです。シソ、イソじゃないの？あ、でもちょっと待って、スープ、あ、イソ、イソ、うん、イソじゃない、イソか、あ、イソかも。なんでちょっと待って、待って待って、この子の味方だいぶ違うよ。なんかイソって言われたらさ、イソだなって思えてきました。みたいな感じよ。リッタシでだいぶ違うけど確かにロックは熱いの食べるの苦手だから。確かにそうですね。あ、そうだね、うん。ロックは苦手だね。ロックいつも頑張って食べてる。隠してるよ。美味しい。本当に。はい、チャレンジ終了。美味しかった？美味しかったね。じゃあ良かったです。じゃあまあ回転したいんで。はい。じゃあ1枚置いておきますね。あ、わあ。あらとバイバイ。釣りはいらねえよ。わあ。すごい。すげえな。バイバイ。え、磯と思想全然違うけど。全然違うよ。あの子の味覚ちょっと疑うわ。びっくりしたね。ねえ、本当に。まあ、でもすごい、ここはねめっちゃいい香りしてる。うん、多分磯の。ね、北海道とかにあるのかな。どうなんだろう。ね、ホタテ塩ラーメンめっちゃ美味しそう。ね、うん、いい感じますね。なんか寂しい感じになっちゃいましたね。なんかすごい恥と恥みたいな。ね、寂しい。遠いですかな。遠いよ。みんないなくなっちゃった。本当だね。どうする、じゃあ一発芸でもやってみて。嘘。何して遊びますか。ね、どうする。何がいいかな。うーん、ドゥン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 、来てます来てます、感じます感じます感じます、吐きさびような。本当だよ。さっきのは普通の醤油ってことですか。うん、比内地鶏の醤油だった。はははは、めっちゃ美味しかったよ。いいな、それにホタテと塩が加わって、次は何が加わるんじゃっていう話ですよね。ねえ、アリコちゃん北海道。見え、全然見えてる。見えてたけどね。お帰りなさい。はい。今映らないように。めっちゃ真ん中が恥ずかしい。シソの味がしたの？最初はシソの味がしたんですよ。嘘だ。でもなんかレンチェさんが磯って言ったから磯に感じてきて。なんかおかしいでしょ。なんかなんか超能力とかありますかね。あ、ちょっと来てます。今マインドコントロールさせてる。いやでも美味しかったです、ね、なんかすごいさっぱりしてました。いいね、よろしいですか。はい、はい、はい、じゃあお次の方をお招きしたいと思います。クラチのレオちゃんいらっしゃい。やってる、待ってた待ってた。誰誰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 誰ヒミコ感が。レオちゃんどう、ラーメンすすれる？ラーメン、ラーメン結構食べるの久々なのでちょっとね、すするの忘れてないかちょっと不安ですけど、頑張ります。食べたい？食べたい。よし、じゃあ行きましょう。チャレンジスタート。え、何ラーメン、何ラーメン。あ、待って待って、このね、レオちゃんのちょっと一回チャレンジストップ待ってください、私が段取りを間違えた。ね、このラーメンは柚子の塩です。うん、おー、美味しそう。全然違う。違う。柚子塩ラーメンってね、よく見ますけど。見た目がさっきの2人とは断然違うね。いいですね、うんうん、すごい。ごめんね、待てさせてごめんね。でもナチピなら許して。それじゃあいきますよ。チャレンジスタート。ちょっと笑ってる、笑ってるけど。はい、ということでこちら、ゆず塩ラーメンでございます。見えますか、見えますか、皆さんも近くで見たいでしょ。レオちゃん1分だよ、レオちゃん1分だよ。やばいやばい、ちょっとね、琥珀色に輝く透明なスープでございます。誰誰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 ピリッとしてるんです。美味しい、いいですね。ピリッとしてる醤油なしで、塩がちょっとピリッとしてる。このパターン、麺いかずに終わるパターンじゃない。これ麺いかずに終わる感じだよね、きっと。なんか柚子胡椒みたいな味しますよ。柚子胡椒、何やかな。そうそうそう、なるほどね。で、麺をいただきますよ。あ、うまくすすれるかな。頑張れ。あ、めっちゃ上手。音がしない。お上手。サイレント、サイレント。あ、麺もちゃんとコシがあって美味しいですね。そうよね。そして好きなメンマを食べます。チャレンジ終了。
違うすぎて。いいシュールすぎも大変なのよ。早く食べないと。ねえ、早く食べたい続き、ね、めちゃめちゃ美味しい、美味しそう。柚子が結構効いてていいですよ、これは。ねえ、ほんとこれ美味しそう。美味しかったです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあお会計ください。じゃあリサ行っといて。あ、100万円、なんと取っ払。待ってきます。はい、待ってるよ。なんかすごい美味しそう。美味しそうだね、美味しそうだね。ね、お腹減っちゃう。ほんとだよ。そしたら最後はつぶつぶですね。そうですね、大鳥カモンカモン。何のラーメンかな。いや、すごい美味しそうでしたけど、メテューさんは醤油味食べたんですか。醤油味です、美味しかった。いいです、基本な感じで、ね、ラーメンの基本的な。え、最近、なん、あ、やっぱり豚骨。そう、私あの某ね、某どっかの豚骨ラーメンばっかり食べてますね。あれ、お椀が四角い方、丸い方。あ、どっちも食べてますね。あ、そうなんだ。だから四角い方は豚骨不使用で、うんうんうん、そうなんですよ、鶏で作ってる。うん、美味しいよね。いろんな味ありますよね、なんか、うん、それこそ数えたらキリがないぐらいラーメンって、うん、煮干しも美味しいしね。あ、確かに魚介とかも結構美味しいですよね、うんうん。私あのあれです、名古屋のラーメンあるじゃないですか。あ、なんだっけ、味仙の、いや、すががきいや、あ、いや、うん、すごい美味しいんですよ、あれが。あれもすごい好きですね。まあ、いいですね。レオちゃん、お帰りなさい。ただいまでーす。しれっと帰ってきました。どうでした？ゆずめちゃくちゃ美味しかったです。あ、そうなんだね。なんか女性が好きそうかも。こうちょっとアクセントが強めな。美味しかったです、ね。ピリッとしてたって言ったけど。そう、なんかね、ゆず胡椒みたいな感じを感じましたよ、私は。なるほど。うん、お、夏目さん、匂い嗅いでますね。いい匂い、いい匂い、食べたい。ということで、最後お客さんをお招きしたいと思います。テンションすごいよ、うん。あー、呼んでないのに来た。やってるよ、呼んでないよ。やってるって聞いて、呼んでない。来ちゃった。はい、つぶぎりさちゃんでございます。ソファーで食べれるラーメン屋ってすごい。確かに、へいがまち、今回のラーメンは、はい、甘エビだしの味噌です。ねえ、つゆがほぼないよ。ねえ、しっかり待って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 、私の時も飲んでるなと思ったけど、めっちゃ飲んでるやん。これ、すごい飲んでるやつじゃないですか、もう最初よく食べたな。そうかもしれない。待ってる間に伸びちゃったのか。めっちゃ麺伸びてるやん。これ、何キロ。ねえ、今さ、これ顔になってたのに。あ、顔になってたの。嘘。ウサギって言ったから、そう、言ってくれたのかも。ちょっと、まあ、動揺を隠せません。待って、スープ飲めるこれ。食べたいのダメ。それではチャレンジスタート。どうでしょう。どんな味なんだろう。汁を吸い切ったこちらの麺、いただきたいと思います。すごい汚いね、あの子食べ方が。どう、リサ。どうですか。どう？どう？ちょっと口入れすぎよ。ちょっと試食のね、時間が。なんか昔飼ってた水槽の匂い。何言ってんの？でももしかしたら海鮮だから。海鮮っぽい感じ、海鮮っぽい感じ。そうね、エビ感が。お素敵な。あ、なな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 。でもなんかスープの色はなんか濃そうで美味しそうだけど。ねえ。味噌って言ってましたよね。味噌。うん。味噌味じゃない？ちょっとめっちゃ飛ぶじゃん。眉間にシワが。なんこれ、かすか遥か遠くにエビちゃんいて、手前に味噌がいるみたいな。あ、そうなんだ。味噌が強めなんだ。全体的に水っぽい。美味しそう。確かに。とてもいいですよ。とてもすいませんね。魚介系好きな人とかいさせる。そうだ、確かに。麺めっちゃ食べた。めっちゃ食べた。いい食べっぷりね。つむぎ。やっぱ麺の量がすごいな。ねえ。はい、終了。落ち着いて。すごいな。お客さん、ちゃんとお金払ってってよ。ちょっと元取らないとさ。すごいよ、食べ方。すごい。本当。ありがとうございました。ありがとうございました。という感じです。はい。ありがとうございました、皆さん。はい。はい。と
ということで、まあ、全員ね食したわけなんですけれども、はい、全然違う味でした ね、うん、ねすごいスタッフさんが選んできたやつは、ね、めっちゃなんかテレビでも紹介されたやつで、うん、えそうなんですか、めっちゃ美味しいラーメンしか揃えてなかったんだって今回あらまあ、厳選のねそうありがとうございますありがとうございますでもこれあれですよ私たち美味しく食して終わりのコーナーじゃないですからね、そうだねこれはこれバトルなんでしょ、いかに美味しく食レポできたかっていうところをね、そうだよね、夏ピーが最後に決めますよ、誰が一番だったか、ね、うん、自信ありますか皆様、うーんで、でも私的にレイチューさんすごいある意味うまかったなと思って、確かに確かに、あ本当ですか、音でお楽しみくださいっていう感じでね、うん、伝わってきて、伝わってたらいいな、うん、嬉しいな、つむちゃんの迫力には勝てないなうわあの麺の食べっぷりね、でも確か食べっぷりはすごかった、うんうん、確かに美味しそうに見えた、うんうん、あ、おかえりなさい、あ、戻ってきた、おかえりなさい、うさちゃんのまま、かー楽しかった、本当にアニメのままみたいな感じですね、本当だね、うん、すごいよね、かわいい、うん、かわいい、はい、じゃあ、はい、夏ピーに、うん、結果発表をしていただきたいと思いますが、はい、もう決まってますか、悩むな、2人ちょっと悩んでるんだけど、うん、え、誰だろう、気になるな、1人もありえない人いたけど、ちょっとありえない、誰だ、私じゃないよね、誰だ1人ありえなかった、でも2人悩んでるけど決めた、決めましたか、はい、じゃあいいですか、はい、それでは夏目さん結果発表お願いします、はい、本日のラーメン美味しそうに食べれる王は、うん、だれ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 、あーちょっとどうしよう、パーン、よし、くらちレオちゃんでーす、おー、いや、レオちゃんはね、あのね、そう、すごい綺麗にサイレントツルツルやってる、あー、確かに、怖いなと思って、確かに、全く音聞こえなかったもん、うん、あとちゃんとなんかね、あのスープも飲んで、うん、やってたから、私もサイレントだったんだけど、だからね、レイアンと超悩んだの、あ、そうなんだ、私候補に入ってなかった正直、ワンチャンあるかなと思ったんですけど、それは恥ずかしいな、いや、大丈夫、ありえない人いたから、あれ音出た方が美味しそうじゃないですか、なんでね、うん、つむつむのだけちゃんと香りになってたの、うん、でこれはもう絶対香りって思ってたら、うん、待ってって言ってんのにぐちゃ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 こだわりだったんですね、こだわりを仕方されてしまったから、まあそのね、優勝おめでとうございます、おめでとうございます、差し上げます、やったー、美味しいね、また違う味ですかこれ、もしかして、あ違う味だ、あら、マダイだし塩ラーメンと近江牛醤油ラーメン、美味しそう、めっちゃ美味しいじゃん、こちらを差し上げます、ありがとうございます、おめでとうございます、皆さんいただきました、はい、これで食レポを勉強します、はい、それでは以上もっとみんなでフィーバーでした、はい、バンドリ TV ライブ2021、そろそろエンディングの時間です、うん、はい、ここで番組のお知らせです、毎週木曜日23時よりバンステ2021が放送中です、こちらはバンドリの過去のリアルライブで演奏された名曲たちをピックアップする番組です、モルフォニカボーカル真っ白倉田真っ白役新藤天音さんが瀬戸利を選んだ新藤天音さんセレクションを今夜はお届けいたします、TV ライブの後はそちらもぜひご覧くださいね、はい、ここで次回の出演者の発表です、はい、ドン、はい、レイヤー役レイチェルさんが引き続きね来週も出演されるということで、そして桐谷東子役の菅田ひなさんも一緒ですね、ひなちゃんと二人とか初めてだ、確かにレイの組み合わせですよね、楽しみです、はい、次回もお楽しみに、はい、という感じでね盛り上がりましたけれども、はい、まあ、明日はねラスのライブでぶち上げていきましょうね、はい、はい、ではではバンドリ TV ライブ2021、今回のお相手はレイヤー役のレイチェルとロック役の小原莉子とマスキング役の夏目とパレオ役のクラチレオと、はい、主役つむぎりさでした、この後 YouTube バンドリチャンネルや東京 MX 他にて23時からバンステ2021がオンエアされます、皆さんぜひ見てくださいね、それではせーのバイバーイ、バイバーイ。